工場の南コーチでーす。南コーチです。よろしくお願いします。お願いします。何もゲームはないですが、よろしくお願いします。はい、今日のラケットはダンロップさんの新しいやつです。バイオの第2世代ですね。バイオミメティックの第2世代。はい、バイオミメティックの第2世代。一応モデルは、はい、僕の目には持ってるやつですね。これが、M2.0。2.0。ね、前の200の後継機ですね。はい、これはブルーが入ってる、ね。ブルーのやつ。そうですね。はいはい、で今僕がもうこちらで持ってるのは赤いタイプのが2種類、これが F の 3.0 ツアーと M の 3.0、 これは2機種で、はい、あと稲見コーチが持ってるのが M の 5.0 と F の 5.0 ツアー、はい、これはまあ両方とも 5.0 っていう数字ですね。はい、これは 3.0 でこれが 2.0、はい、ですね。はい、全部で5本ちょっとじゃあ打ち比べながらお話ししてみたいと思います。はい、ガカンがすごい柔らかいですね。ガカンが柔らかい、すごい柔らかい、なんか玉だから乗ってる感じがする。シリコンはあるけど振るとすごい軽い、ずっしり感があるのに振ると軽い、うん、いいじゃん。振り向きがすごい楽、重いからこうなんだろう、頑張って振ってるっていう、まあ、一般的には難しいって言われてるラケットですからね、スペック的には。だけど振ってみるとすごい楽にヘッドが走ってくれる感じがする、うん、持つと結構ずっしりくるんですけど、うん、振ってみるとかなりなんだろう、ヘッドの走りがよくすごい振り抜きがいい。うーん、で打感も柔らかい、ラケットのこういうしなるような感じもあって、でもちょっとオフセンターで当たった時も負けない感じはする。弾く感じがあるから、により弾く、飛んでる感じはする、楽に振ってる。うん、でも楽に振ってもヘッドがよく走る、これ。うん、これもいい、ヘッドが走る、ヘッドが走る。だから普通に振ってるのにヘッドが勝手にこう走ってるから、スピンの代わりもいい。来てる感じがする、潰せてる感じがする、目が細かい分スピンこうやってこすってかけるっていうよりは、後ろにこうやって強く当ててボールしっかり乗せて潰してる感じ、うん、押してる感じ、目が細かい分そうなるんですかね。でも振り抜きはやっぱり良さそうですね。いい、うん、いつもよりなんか早く振れてる感じがする。感じがする。自分もする。あ、そう。勝手に振れてる感じがしてて、ちょっと気持ちいい感じする。おお。同じ 3.0 ですけど、結構イメージは違いますね。ね、違いますね。ちょっと硬くて弾くこの M の方。うん、とちょっとこう球がしっかり潰せて押せる F3.0、うん、ツアーの方も全然イメージが違うんですけど、どっちも同じく言えるのはヘッドの抜きがすごい、振り抜きがね、さっきの 2.0 もそうでしたけど、よかった、
振りの気がやっぱりいいんですね。すごい。だからなんかこう自分が振ってるのよりも早く振れてるのか、うん、スピンの代わりもいいし、しっかりこう球を潰して押せてる感じもする、うん、細かい方も、うん、どっちもそれぞれでいい、なんだ、ラケットの特徴がすごいよく出てるんじゃないですかね。しづらいかと思ったんですよ。ボレーもしやすい、操作性もかなり、そう、だからこう細かい操作しても遅れにくいし、いいですよ。絶賛ですね、フィーさん。これちょっとお気に入りかも。そう、 M3、 M3。 確かに振り抜きは、振り抜きいいですか。すごいです。すごい、すごいです。で、結構軽くて女性でも触れると思うし、あ、はい、特にまあ一般男性でもそんなに軽すぎるってわけでもないので。ああ、なるほど。軽すぎないんですね。スライスも伸びる。伸びます。乗ってくれるし。乗ってくれる。はい。打球感は硬いですか、柔らかいですか。打球感は結構柔らかめの。柔らかめ。そんなに硬くはない。しっかり振ってます。強めに打ってますよね、今。そうですね、結構強めに打っても。でもそんなに飛びすぎない感じがすると思うんですかね。打ち比べてどうですか。まあ軽い方の、ツアーじゃない方の方が、5.0 の方が、女性とかは、そんなに重さもないですので、うん、どんどん振っていけると思います。重い方、ツアーの方は、これジュニアとか男性の力ある方には、非常に振っても、収まってくれますので、うん、どんどん振っていきたい方とかには非常にいいラケット。結構フレームの厚みはありますよね。はい。南コーチは普段使ってるラケットは、セリクソンでしたよね。はい。の2.0 でした。2.0 ですね、はい。それよりも随分厚く感じるけど、うね、どうですか。ツアーの方はそんなに、まあ、簡単には飛んでいくもしないですし、うん、まあ、振っても、まあ、スピンかけて落ちるみたいな感じに。あ、スピンかかって、はい、飛んでるけど、スピンかかって落ちるっていう感じですかね。はい、やっぱりこちら軽い方は、うん、まあ、ちょっとやっぱり抜けてきやすいというか、うん、触れちゃう分。うん、まあ、イエムコーチがあれだけ早く振るとそうですね、ちょっとバランスが悪いのかもしれないけど、まあ、でも女性とか、ね、はい、少し軽めで振り切りたい方には非常にいいと思います。いいステップですよね。はい、はい、ありがとうございます。続きですけど、いわゆるこのグロメット、これガッと貼ってるとなかなか見えないんですけど、中にこの滑車のような形でグロメットが成形されてて、そこで当たった時にガットが少しやっぱり動いてくれるので、例えばさっきおっしゃったようにフラットだと球持ちが良かったりとか、スピンをかけた時に斜め方向にボールが飛ぶ時なんかは回転がたくさんかかったりとかっていうのは、このグロメットの影響がやっぱり大きいと思うんですよね。これただ埋まってるだけじゃなくて、中は滑車になってます。滑車状態になってます、ね、滑車のような形をしたグロメットですね。あ、機能的にはそうですね、そのグロメットの連の上で少しガットが動くような、うん、はい、イメージで作られているのと、
とフェースがラウンド、フェースがラウンド、フェースがラウンドですね。で横から下のところがボックスのフレームっていうところで、やっぱりここのヨークの部分は非常にしっかりさせていて、ここのラウンドのフェースの部分は非常に飛びのいいフレームの形をさせているっていうのも、ボールはよく飛ぶっていうところの要因の一つにはなっていると思いますね。これは F3.0 ツアーも同じですか？そうですね、一緒ですね。これ使ってて、フラットでこう合わせて押したいときに、ボールがこう変な話ですけど、飛ばないんですよ、押せるんですよ、グッて、苦しいときに合わせて、で逆にスピンなんかでこう自分からちょっと打ちに行ったときに、ボールが思った以上に早くパーンと飛ぶんですよ、だから今ちょっとそれがちょっと不思議に思ったの、トワッキーの馬さんとちょっと話をしたんですよ。その辺はだからボールに対して入り方で自然に調整されてるってことですよね。勝手にされてるんですよ。だからなんか不思議な感じでしたよ、見てて。それはやっぱり自然の力なんですかね。自然の力、バイオンですか。これ稲見コーチのも、これはグロメットは埋まっている形ではないんですけど、機能は同じですか？先ほどの 3.0 と違って、このトランポリンシステムっていうんですけれども、はい、いわゆるボールが当たった時にバウンドするというか、非常にグロメットとガットが一体になって弾いてくれるというようなシステム。なるほど、はい、これもじゃあフレームとリンクして。そうですね、ここの横の部分のフレームの形が五角形になってましたね。五角形なんだ、はい、でこの部分は非常にトーション値で ねじれに対しては非常に強い形なんですけれども、衝撃が起きた時については内側にちょっとねじれたりするしね、ホールドバーがあってスピンがかかりやすいような、なんかすごいですね、その場その場で形状がちゃんと機能するんですね。そうですね、あとは今現在 そのスピードテニスとかスピンテニスとかっていうのを対応するために、さっき言った振り抜きがいいっていうのと、あとは少しやっぱり上目にスイートスポットが設定されてるので、先ほどの稲見コーチの打ち方なんかが非常にやっぱり合う感じだとは思いますね。南こっち普段からちょっとトップ気味で打つんですかね。そうですね、はい、確かにちょっと上目で、その辺のスイートスポットはちょっと広く感じる。そうですね、はい、スイートスポットはちょっと上目、ま、そうですね。まあ初登場ですから。はい、振り抜きはすごいやっぱりトータルで全部見て良かったので、なんだろう、ごもってるほど辛くなかったって感じもしますよね。なるほど、ツアースペックの2とか3のツアーとかに比べてしてもすごい楽だったし、もうとりあえずもうこの 3.0 の M の 3.0 が僕はすごい良かった。もうとりあえずこれがすごい良かった。シリーズの中でって一番真ん中になるんですかね、これ。中間ぐらいですよね、そうですね、 M3.0 が、はい、一番オールラウンドに使える。そう、これ多分女性とかでも重さ的に全然いけると思うので。そうですね、すごい幅広く使ってもらえる、スペックを使ってる方が買い替えるにもいいです。そうですね、全然使いやすいと思います、はい。何より振り抜きがいいっていうのはね、すごい、そこはもう一押しだと思います、ね。うん、こちらの方は、こちらの方もサメを使っていることもあり、振り抜きサメを使ってる。サメは使ってないよ。サメの皮膚を使ってない。サメの皮膚も使ってないよ。一応まあバイオですからね、バイオですけど、まあね、サメ肌のね、機能を使ってる、はい、そうですね、どちらもなんでやっぱりこちらの照明も振り抜きは非常にいいです。